山内圭介は日本の演歌歌手。福岡県糸島郡前原町出身。正座は双子座。身長178センチメートル。デビュー当時のキャッチフレーズは、僕は演歌な高校生。氷川清とは同じ作曲家、水森秀夫門下生であり、同じ福岡出身でもあることから、同郷同門の縁で講師ともに仲が良い。 大先輩の松谷や由美とも親交があり、可愛がられている。母親が、ミソラヒバリの大ファンだったため、大境のような形で、ヒバリの歌を聴いていたという。生まれた後も毎年福岡市民会館や福岡、サンパレスホテルホールで行われたコンサートを、母の膝の上で見た。1999年10月13日。 福岡県立筑前高等学校1年生の16歳当時、初めて出場した福岡県下のカラオケ大会で、作曲家、水森秀夫の目に留まりスカウトされる。これを機に約1年間、月に1回程度上京して、レッスンを重ねた。2000年7月、ビクターのプロデューサーに呼ばれテスト。越後寺市の歌、悲しい酒、柔らなど憧れのひばりの曲を歌いデビューが決定。 2001年4月、霧場でデビュー。2007年4月、三井エージェンシーに移籍。NHK 歌謡コンサートで北川大輔、竹島博と結成したイケメン演歌歌手、トリオ、イケメンさんの一人としても活動している。2009年9月に発売した、風連子が織り込んで50周にわたってランクインするロングヒットを記録。2010年5月、歌の舞台となった。 風連湖がある北海道根室市の味覚観光大使に任命された。2010年7月に糸島ふるさと大使に就任。2013年5月、釧路空港の発売を機に釧路空港宣伝特使に任命された。2014年1月公開の山内圭介ザカヨムービー賞和歌謡聞機一発。で映画初主演。2014年3月に恋の手本が オリコン9位を獲得し、デビュー13年目で、初のトップ10位を果たした。2015年、第57回日本レコード大賞で、日本作曲家協会選賞を受賞。第66回 NHK 紅白歌合戦初、出場。2020年11月には、日本武道館で20周年コンサートを開催した。ありがとうございます。